すごい人。今朝の8時前なんですけど、このレンボン岩島行きの船乗り場はすっごい人です。今日もいい天気。私たちの船は8時半に来てる予定です。でここまでねたどり着くのに車だと結構渋滞するので、早めに来るのが、ポイントですよ。コンビニだけいますからね。今日はティノ連れでティノも一緒にレンボン岩行ってきます。じゃあねー。今日どこ行くの？レンボン岩。何泊するんですか？4泊。4泊5日。ティノも一緒。大丈夫かな？船乗れるかな？ティノ。惜しい、ね、惜しい。すごい人。こっから乗るのかな？みゆちゃんの船はどれかな？わかんない。すごい人だね。ほとんどがヌシャペニアに行く人みたいです。レンボン岩の人もいると思うけど、ヌシャペニアすごい大人気。そろそろ乗ります。びちゃびちゃになりながら海に入ります。船に乗ります。もうサングラスやっぱ持っといて。いいよ、持っといていいよ。いい？いいよ。今だけこの中入れとき、パパに入れてもらい。乗るの大変なんで一回止めます。ヤクザの親分。はい、ガイドをしてくれるヤクザの親分です。で今日泊まるマンマミーヤ、マンマミーヤレンボン岩です。ワンコと泊まれます。そうよ、一旦ホテルに、ホテルの方がピックアップしてくれたんで荷物を置きに行きます。でパパちゃんはバイク。え、めいちゃん車で行かないの？バイクで行くの？車あれだよ。え、やったあれだよ、バギーだよ、バギートラックだよ。はい、乗って。せーの、よいしょ。よいしょ。よいしょ、絶対楽しいじゃん。ねえ、楽しいよね。これ、あれ、乗ってたよ。何？ココロちゃん。みんなこれだから。はい、じゃあ、パパはマイクでついてきて。マイクよ。ティノ、出発するよ、ティノ。落ちないようにね。ないで。はい。レッツゴー。マリーズみたい。はい。バゲージはこんな感じになるので、大変です。はい。
ちょっと悩んだ。ここら辺もお店いっぱいあるね。今日は何する？ミユ、ホテルでリラックスする。ホテルでリラックスするの。チェックインが2時だから、とりあえずどっか荷物を置いてどっか行こっか。動物園のさ、トラックみたいなね。不思議なね、昨日ね、パパが後ろにいてね。マッシュルームベイすごい綺麗だった。何マッシュルームベイ？さっきの海綺麗だったよね。急に観光客が増えて村の人もびっくりしてんじゃない。プールで浮かべて食べるやつ、すごい。 お庭があっていいね。昨日も散歩し放題。プールがあってすごい綺麗だね。え、スパもある？本当？じゃあママはスパしようかな。綺麗、プール綺麗。あ、プールビューのお部屋です。すごーい、いいじゃん。ちょっと足がね、汚いね。わー、Thank you。 みゆちゃんのみゆちゃんのベッドありがとう。こんな感じ、綺麗です。 This one for coffee or tea? Yeah. Stand by, it's a mini bar. Maybe you want to drink something cold or yeah. It's a safety box, you want to use for keep everything the important thing, yeah. Okay, thank you. Sleep. おー、広いの。はい、マッシュルームはこんな感じです。ねえ、ひめちゃんの家みたいね。Thank you。 ひなちゃんいいね、ひなちゃんいいね。どこ行くの、ひなちゃん。 He can play here。 いやいやいや、 Thank you。 いいね、ティノティノティノ、おいでおいで。ティノを自由に遊ばせていいそうです。ティノ、ちょっとあれリード取ってあげよう。ティノいいね、いいね、ティノリーちゃんいいね。ね、うちとプールのタイルが一緒。すごい素敵。いいじゃん、いいじゃん。そこ、我が家はここですよ。7番のお部屋です。
ベッドだけって感じ。まあでも十分だよね、一泊だから。あ、みーちゃん、みーちゃんのここ、ここ寝ないよ。え、寝ないの？そうだよ、パパがこっちです。だってこれ絶対ソファーだよ。え、ここみゆのベッドだよ、どう考えても。みゆここで。えー、パパじゃあここかな。パパそこ、パパそこ。ピノー、ピノー、おいで、ピノー。いいね、ここね、ドッグラン付き。おお、すごい静かだし最高やね。ティノー、ティノー。いいね、ママスパ。ママスパ、ママスパ。ねえ、うんちしそうだな。ワンコ連れにすごいいいですよ、このホテル。探検してますね。これシャワーです、プールの。かわいいね。ティノ、そっちじゃない、ティノのお家そこじゃない。おいで、ティノ、おいで、ティノ、ティノ、ノノノノ、おいで、おやつ食べよう。これ何プールやったっけ？プール。あ？
ちょっと待って。出ますか、このガラガラって。こんなね、ローカルエリアにあるんですけど、ガラガラっていうね、洞窟があるの。誰もいません。誰もいないし、多分ガラガラです。ガラガラ。あ、これだ。見行きたくない。いっぱいあるじゃん。なんでなんで？ヒストリーだって。ヒストリーゲームだね。すごい洞窟があるんですよ。これ何の洞窟だろうね。ママも行きたくないよ。パパでしょこれ。川口探検隊川口博士探検隊でしょこれ。絶対これだってさ、筋肉痛になるし。絶対これお化けいるよ。筋肉痛になるし、あれだよ、絶対迷子になる。ちょっと知ってましたか皆さん、レンボンガにこんな洞窟があるの。じゃあパパちゃんお願いします、撮影絶対いると思うよ、何かが。エネスタート海のウィンドウ、ウィンドウ、セブン、セブン、セブン、はい、どうぞ、いらっしゃいませ。電話しながらやって、うわぁ、ランプ、ランプ、ランプあるの、つくと思う勝手に、バイバイ。すごい広いよ。涼しい。あ、こんにちは、マウネ。わー、ハロー。うわ、なんだこれ。これホテル？ここ小倉たたきだ、小倉たたき。はい、ここ、はい、ここ、ここ、ここ。すごいね。
めっちゃ広いよ。全然涼しいよ。虫いない？いない。やだやだ。ホテル？ホテルっていうか。え、アパ？ここに住んでんだろうね、おじいちゃん。でもホテルって書いてなかった？ホテルとは書いてない。ガラガラ。誰もいないからガラガラなの。かかってるからなんかうるさいよね、これ、ね、うるさいよね。なんかね、この洞窟に隠れて住んでた人がいるらしい。そうで、その人が多分分かってると思う。ん？こっち来て。多分あそこにいる人だよね。プランの中にいる。だからあの人が守るためにこの洞窟を作って、なんか人を助けたんじゃない？だからここにね、こうやって祀られてる。ちょっと怖いね、顔が。なんか見える？皆さん、アップにしようか。見えない、見えづらいけど、人の顔になってる。この人がな、この人が作ったんかな。いいから見てこれ。ここにも洞窟あって、え、全部つながってるの？中で全部つながって、モグラ？モグラたたき。あ、モグラたたき。あ、おかしい。ここにガネーシャもいて。空気口かな。面白いね。雨の水どこに消えるの？ねえ、雨降ったらどうするんだろう。かゆい？刺された？うんこだ。え？本当だ。はい、ということで、ガラガラなガラガラでした。誰もいない。っていうか知られてんのかな、ここ。グラグラです。おぐらぐらです。ガラガラです。じゃあ次の目的地に行きたいと思います。じゃあねー。ビーチ、ここ何ビーチ？エチニンガンとの間。
ど、わかんないね。
があるんですよね。ゆうちゃんは下水着だから。いや入んないよ。入んないの？ あそこで。あそこ。写真撮ろう一回。なんか壁とか可愛いよね。はい。トイレも可愛いです。
チーズ。こんな感じ。そこ寝転がってよ。寝転がってよ。写真撮るから。パパちゃんもいる。はい。パパちゃん、パパちゃん、はい、チーズ。待って、とにかくかわいい、ここ。メキシコ人みたいな人来た。ねえ、バイバイ。ですよ。ひのちゃん、お友達いるね。おいしい。おいしい。お腹空いてたから。かわいいね。このお店どこでもこう絵になるね。ビーチクラブみたいな、ね、感じなんだけど、ホテルがここ、ちっちゃい部屋見て、ん？ちっちゃい部屋が、あ、かわいい、めっちゃかわいい大きいね、すごいかわいいね、犬小屋みたいん？いいよ。パパ。泊まろうとしたんだけど、エアコンがないみたいだったから、ちょっとやめといた。でも涼しいのかな、今の時期は。インフィニティプール。
綺麗。はい、チーズ。いいね。めちゃめちゃいいやん、ここ。こっちからの方が海きれい。はい、チーズ。いいね。はい。すごい日焼けしそう。やんないの？危ないよ、みゆ。はい、チーズ。ジャンプもするから。いいよ。いい。いいよ。せーの。取れたかな、新刊。そう、動画。真っ青でしょ、空が。かわいい。ほんと。わー、そうなってんだ。面白い。ちょっと見して、見よ。どいて。そうだね。ドックはドック大丈夫？リサ？犬も OK だそうです。で私。豚もいけるそうです。いやー、かわいいね。え、5000円ぐらい？5000円ぐらい、一部屋。っていうところでーす。プールないじゃん。プールはないよ。次。うわー、ちょっと。す
いね。みんないる、でっかい犬。あ、大丈夫でしょ。ごめんね、ごめんね。お友達。お友達。ルピアで飛び込めんの？怖っ。すごい。足がすくむね。敵どこ？どこでもいいんだよ。ここでいいもん。ここでいいよ。ここでいいよね。向こうもジャンピングできんの？できるそうです。やる？怖い？怖い。怖いね。誰かやんないのかな。よいしょ。下にも席があるのかな？どうなっちゃう？パニック？見てあそこすごいね、波が。はいはい、ちょっと待ってね。行ってみます。歩こう。よいしょ。いいのも。
もすごい大冒険だね。なんて綺麗な海なんだろう。パパがやばいっつって叫んでる。どんぐらいやばいんでしょうか。やばい、やば。パパの体重で折れちゃうよその岩。本当に折れそう、折れそう岩が。写真写真。やばいね。よいしょ。やばい。ティノ、崖なんですけど。そこ立ってる？どこ？そこ先端。こっちがこっちの。全然いける。隙間ここだけ。すごい。すごいあそこ。映えるね。これなんだろう。ビラだね。わあ、すごいところに。そうだよ。すごいところに借りたんだね。みんなここドローンでね、撮影するんだよね。絶対入りたい。入
入っていいのかな。はい、わかる。最高だね。の上からノーブレーキ。なんで？葉っぱの上でブレーキしたら滑るよ。全部ブレーキ効かない。ねえ、あの、あれやばくない？息どうすんの？あれ？うん、なんとかなるよ。ね、本当にやめる。この先に感動があるんだよ。見て、あの上。ポイントか。ポイント。シークレットビーチ。だそうです。あ、車で来れんだね、ここまで。そうでーす。車っていうか、あれバギーじゃん。そうでーす。そうでーす。ブレーキが効かないバイクだから大変です。あさっきの人じゃん、バギー乗ってる。じゃらんじゃら。いや、ブラタミニ。kalau jalan 10 menit。Menit。シークレットビーチ、シークレットポイント、シークレットビーチ。ね。誰もいません。あ、めっちゃいるやん。ほらほらほら。インディアンピーポー。到着？到着。え？何？
なんかここ予約されてるね。どうする？どうしようかね。ここだけほら、なんかファイヤーみたいになってる。面白い雲があると思わない？そこに。これは絶対来てほしいね。おすすめスポットだね。はい、あそこのね、向こうの赤いランプがマンマミーヤで、今日泊まってる、ヴィラっていうか何、バンガローなんですけど、それのほんと目の前に美味しいっていうね、本職レストランがあるんですよ。なんかオーナーの兄弟が経営してるみたいですよ。で、結構いろいろね、すごいメニュー豊富で、インドネシア料理もあるし、和食もね、天ぷらとかもあったり、天ぷらうどん、それがいいの？天ぷらうどんがいいの？まあこういうね、お寿司系も結構あるみたいなので、いただいてみたいと思います。すごいお客さん入ってます。これが刺身。なんか盛り合わせみたいなの。で、これが握りの盛り合わせ。醤油？あ、コンピャン？いや、醤油。醤油。醤油こと。醤油こと。醤油。これがクランチエビロールです。いただきます。イエーイ。ありがとう。はい、美味しい美味しい。美味しいですね。美味しいですよ。はい、どうですかね。まずはでもわさびじゃねえんじゃない？え、そのまま食べるの、みーちゃん。わさびしょ、醤油は？いや、とりあえずわさびじゃねえんしょ。醤油は？いいよもう。キャベツなんだね。いただき、妻がキャベツ。バリの匂いする。バリの匂いする。だから醤油をつけた方がいいと思うよ。まぶしい。ゆうちゃんは天ぷらうどん。天ぷらうどんを頼んだんだけども、なんとこのお汁にね、ラー油が入ってて、ちょっと辛いんだよね。口の周り。でもね、チャレンジするんだって。そんな辛い？痛いんだよ、まあ。なんでラー油を入れたんだろうね。よろしく。